龍生き物チャンネル。はい、皆さんこんにちは、龍生き物チャンネルです。はい、ちょっと先週仕様でですね、私東京の方にですね1週間くらい滞在してたんですけどね、まあもともと東京生まれの東京育ちですからね、私実家に帰るようなもんですけどね、実家の東京にですね盆前にちょっと、もうちょっと無理や、ごめんなさい、嘘です、東京なわけないです。でもね、東京にいたのはちょっと本場でですね、1年ぐらいは仕事でいた経験はあるんですけどね、今思ってるんでしょ、この田舎者が何言うてんねんみたいなね、言うてね、もう聞こえてますよ皆さん、聞こえてます。はい、ということでね、龍のライブもその週はね休ませていただいたんですけどもね、今後もですね、よっぽどのことなければ毎週ね金曜日の午後9時半からですね、龍の生物ライブをですね、雑談を交えてですね、そしてまた雑談をしていきたいと思いますのでね、金曜日の夜になんか今日一日面白くなかったよとかいう方がねおられましたら、ぜひですね龍のねメダカの話2割小話8割のね面白生物ライブをぜひご覧いただいてですね、ぜひ一緒に戯れていただけませんでしょうかね。大丈夫ですよ、もし面白なかったらね悪口書いてねもう帰っていただいて結構なんでね、イライラをですね私にこうぶつけていただいてですね、もっとイライラして帰っていただければと思います。はい、ということでですね、本日はもうね早速行ってまいりたいと思いますよ。東京のね堀切メダカさんっていうところに行ってきましたよ。さあ、それでは本ちゃんのレッツメダカ行ってみましょうかね。それでは行ってみましょう、レッツメダカ。ちょっと疲れ気味やね俺。龍生き物チャンネル。はい、堀切メダカさんに到着しましたよ。葛飾区の方の本社なんですけどね、社長にご案内していただきました。社長ありがとうございます。社長いい人やな。本日はよろしくお願いします。 IT 企業なんです、はい、就職サイトを持ってて、それでこのビルでは大学生の合宿をやってたんですね、就職活動を東京にしに来る、はいはい、それがコロナでできなくなったタイミングで、はい、メダカ屋を始めた。なるほど。何週だけ売ってたんです当時は、はい、3年前とか、はい、だから行く人に何人もメダカないの、メダカないのって。メダカなら、はい、楽しい、好きなことやりながら、はい、転職に切り替えられると。そうですよね、あの手間で言いますと正直メダカの方がかからないですよね。そしていろんな種類があって、はい、コレクションするようなこの趣味の特性も、はい、私の気質に合ってるんですよね。あ、水槽いっぱい置きたいんですよ。なるほど、なるほど、わかります。他が飼う中で、はい、一番好きだったことは熱帯魚時代も金魚時代も、はい、繁殖なんですよ。あ、メダカ繁殖楽しめるね。はい、そうですね、繁殖強いメダカですもんね。これは自分の好み気質に合ってんなと思って、はい、でここはですね、はい、失礼します。おー、綺麗。あー、綺麗だ。ベッドですもんね、これ。大学生の安全を考えて、はい、体重量設定ですかね、重たいのに最強のベッドを使ってたのが幸いしました、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。はい、ここなんですけどね、はい、ここは閉店後もずっと24時間お無人販売コーナーなんですが、特にこの100円ミックスメダカコーナー大人気です。お邪魔します。堀切メダカさん。はい。屋上養魚場入り口あ、見学も、希望される方はということでね。はい。11時半から6時半ですね。木曜日定休日でございます。はい。
失礼しまーす。よいしょ。まあ、もう場所さえあればメダカ送ってもらう。そうです。はい。お隙間があれば。わあ、すごい。失礼します。わあ、うわ。もうこれ、ビル自体がこうなってしまってるんですね。かっこいい。まあ、ほとんどここ今まだこれからの稚魚幼魚ですね。はい、この辺は全然無理じゃない。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。グリーンウォーターでも作ってますね。すごい数ですよ。はい、上行きます。ワンちゃん、はい、お名前をお伺いしてよろしいですか。チェリーくん、やっほー。これがね、はい、私の著書です。えぇ、ー、要はこういうことやってる。あ、本当だ、お名前がそうだ。就活コンサルタントでもあるわけです。あれ、ここが大学生の4人部屋だった部屋で、はい、同じようにこっちに入って。すごいことになってるの。うわぁ。そして冬は暖房入れっぱなしにして、はい、ああ、もう加温飼育ですね。はい、あ、もう卵も取ったりしてはるんですね。冬もね、はい、おー。はい、失礼します。この辺はね、南州金魚のために作った大きな池なんですよ。はい、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 まあ、今もメダカ中心ということで、はい、アルビノミウキ、ここの2メートル ×3 メートルある池なんですけど、はい、これは今の貯水タンクにしてます。水溜めば、でポンプで汲み上げて屋上の浴場に水を送ります。ああ、すごっ。手ぶれなし、夜桜葉山。オールラッカー、きれいな。品評会用のランチですね。もうこれがいっぱいいたんですけど、今はこれだけ絞っちゃって、はい、これが2歳で3歳で。あ、すごい。3セットゲームです。はい、3セット。はい、失礼します。元気。あ、スーパーローや。スーパーロー。はい。もうちょっと前になりますけどね。一時流行りました。はい、あの関西では。はい。あ、そうなんですか。ああ、これは歌舞伎ブルー。そうですか。ウジョウ三色。はい。私がこれね、鳥白三色って呼んだんです。それ動画で出てしまったんですよ。はい。もう。ヤフオクで最初に買ったら、はい、シールに鳥白三色って。あ、そうですか。やっぱり読まれる方いてますよね。飼育容器の数は、はい、全部含めると多分1000ぐらいだと思うんですよね。はあ、はいはいはい、もうこういうのも全部含めてね。まあでもメダカ屋さんとしてはもっと大きいことか。ああ、まあまあまあ、夫婦2人でやるのにちょうどいい。ああ、奥様も手伝ってくれはるんですね。妻もフルタイムで。ああ、いや、これはフルタイムいりますわ、これ、ね、うわぁ、これはもともとやっぱり卵中用に作ってる。はい、金魚ってすごい手が一つの理想のサイズなんですよね。はい、180×180、はい、ここオロチ3面入ってますけど、あそこが親なんですよ、はい、こちらが親。はい、はい、うん、オロチが3面入ってるんですね。
はい、卵キャッチャーじゃなくてもこういう大きいの。ああ、たっぷり卵がもう、はい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 、はい、これで1週間分で大体この量ですね。そうなんですね。1週間分、10日分ぐらいかな。はい、まあ、だいぶ抜いちゃって、この 1.5 倍ぐらい。これが、こっちが1週間先輩。ああ、はい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 、週ごとで。これももう1ヶ月以上経ってるんで、その後輩がもうずらっといて、ここにも張り子がいっちゃうじゃないですか。これ結構そこにもいてますもんね、なかなか。うわー、これすごい。特に東から西、南とか、はい、だからもうここは朝日から雪まで全部あるんですよ。これすだれでカバーしてはるんですね、大きいね。去年夏乗り切りました。私もね、ギャスとか相方の方でも、はい、賛否両論っていうか、はい、エアレーションの出来、ね、はい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 、今年は屋外はエアレーションいらないからです。はいはい、で実際この一昨年はエアレーションなし、はい、去年はエアレーション入れたんです。はい、奥外もここも全部エアレーション、はい、全部今年なし。すごい感じ。はい、もうそうやった結果ありの方が出来が良くないです。ああ、そうですか。それはなんででしょうかね。私はこういう、はい、もう見ての通り、はい、プランクトン微生物いっぱいいるわけですから。はいはいはい、そうですよね。これで体格ができる。はいはいはい、細くなってろ過すると、要は透明水とかでやると細くなったりするってことですね。餌、まあ、餌を1日5回とかやればいいんでしょうけど、はい、そんなこともできないし。そうですよね。これであれば餌1日1回とか体格ちゃんとできる。要はグリーンウォーターでやってたら大きくなるよというお話ですよね。だからね、この枝下の一つ売りは、はい、横幅、体格がいい。ああ、体格がいい。確かに、ボラメイジエロー。あ、令和黒ラメ見えない。出ました、ユリシス。はい、あ、産んでますね。あ、産んでました。あ、産んでました。あ、人間では中学生です、ね。はい、なるほど。よし、来た。固定してあるんで、はい。はい。さあ。こんな失礼します。そうです、そうです、行きます行きます。ちょっと待ってくださいよ。すごい。はい、去年ここに水槽を送って発動に気づかなかった。5階でしたっけ。はい、5階。スカイツリーどこですか。おお、ほんまや。風が水面に揺れるとね、メダカは本当に大きいんですよ。なるほど。それがね、4階、5階の強みです。多層階とは違う、いい風が吹くんですね。風を干してるんですよ。あー、メダカは。過密飼育と成長水質だったり、5リットルに1滴ぐらいすると、はい、勝手に大きくなりますよね。あー、そうですね。この光景もすごいですよ。これいいですよ、この映像。ちょっと高いですけどね。遮光もされている。社長にとってメダカとは何でしょうか。はい、意外でしたね。そうですよね。メダカ中心の生活を通してきますから。はい、死ぬまでというか仕事できなくなるまでずっとメダカやってると思います。引退しないですね。そうですね。もう動けなくなるまでできる仕事ですよね。癒されますしね。社長、ありがとうございました。いろいろと突然来させていただいたのに、今日は。ありがとうございます。2号店。無人なんですね、ここもね。こんにちは。はい、いかがだったでしょうか、堀切メダカさん。
東京23区でね、なかなか改良メダカをやっておられるというメダカ屋さん、専門店ですね。そういうの少ないらしくてですね、堀切メダカさんは葛飾区の方でやっておられるんですけど、あと数軒しかないみたいですよね。すごいね、メダカの桶の数、おっしゃるところによると1000個ぐらいあったということでね、1階から4階まで桶だらけですよ。桶？ああいう桶？あかん。ちょっとね、いや、ほんでね、こうメダカを通してですね、こう人との付き合いをしていきたいという社長のお考えでですね、今確かね6店舗できているらしいですよ。その6店舗でも無人の販売があったり、元金魚屋さんとか鯉屋さんとかをですね、メダカの販売の方に変えてみたらどうやいうお話、アドバイスしてね、フランチャイズ化していきたいと、今もしてるんですけど、もっともっとしていきたいというお話をされていました。メダカのつながりっていいですもんね。はい、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったかなと思われた方はチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。和歌山モン TV 竜生き物王国も重ねてよろしくお願いいたします。それではまた次回にお会いしましょう。ありがとうございました。ライブも来てね。